北畑愚教は、戦国時代から安土桃山時代にかけての大名、久げ。伊勢国式北畑家の第八代当主。享禄元年第七代当主で、三義、北畑春具の長男として生まれる。天文六年、十五位下次住に助任。以後も、天文二十一年十四位下三義に助任されて、苦行に列し。 天文23年に十三未県中納言に叙任されているなど、朝廷から官位を授かって、順風満帆な青年期を過ごした。この間の天文22年に父、晴レの隠居により、家督を相続して、第八大当主となる。後事元年、当晴レの命により伊勢国阿蘇軍を支配していた、長野工同士と戦い、永六元年に、次男、 九富士を長野区同士の養子氏とする有利な和睦を結ぶことで北伊勢に勢力を拡大し、永禄5年5月5日に長野地球富士と長野富士佐が同日に死去したため長野市の支配権を完全に握った。永禄3年、オバマ・カゲタから島国の国人たちを援助して、久喜市の本拠地、田代を攻めさせ、一時的に久喜市を滅ぼして、島国での支配体制を固めた。 さらに、勢い集軍記秋山無本寺によれば、英六初年に大和国宇田軍の国人領主、秋山強家が、三好氏の婿として、県政を振るい、愚教の命に従わなかったため、愚教は、強家の居城の神楽を家城を攻め、強家の父を人質に取ったという。このように愚教は、北畠家の支配範囲を順調に広げていき、北畠家の最盛期を築き上げた。 A66 年、父の晴れ具が死ぬともに服して、官職を辞し、着難の愚房に家督を譲って隠居する。しかし、北畑家の実権は依然として愚境が握っていたようである。ところが、A61 年以降、尾張国の織田信長が伊勢国に侵攻し、神戸市、長野工藤市など、伊勢北中部の豪族を支配下に置いた。そして、a 十二年に八月に、 信長自がら北畠領内への進行を開始した。北畠軍は織田軍相手に奮戦したが、兵数に大きな差があり、愚痴の弟、木造具生が織田氏に寝返るなどの悪条件も重なり、次々と城を落とされた。愚痴は大川地上に牢城して死守するも、五十四日に及ぶ抵抗の末に降伏する形では僕した。この時、 具教は幸福の条件として、信長の次男、茶千丸を、久保の養子師として迎え入れることとなる。久保にはまだ子がなかったため、具教の娘の雪姫が信尾に嫁ぐこととなった。ただし、谷口勝弘はこの戦いではむしろ、小田方が次第に劣勢となり、信長の養成を受けた、将軍、足利義明の仲介で和議に入ったとする説を出している。また、久野正氏は信長が、 茶船丸の入り、次を強要したことで義明の不快感を招き、信長と義明の対立のきっかけになった事件とする、見方をしている。その後、元気元年5月、出家して、天閣、さらに淵祭と航し、三世谷に移る。しかし、少なくとも、天正元年9月までは、たかに実権を渡しておらず、天正3年6月の家徳上与まで苦境。 国防方向人の文書発給が続いている。また、天正三年に愚痴は隠居場として、伊賀国丸山城の築城を決め、同地域の土豪を説得、天正四年正月より、妊婦集を動員し作事を行ったが、織田信長と不和になり三世間に引き上げた。愚痴と立場を失ったその側近たちは信長に、振幅しておらず、元気四年三月に愚痴は、正常作戦の途上であった。 武田信玄の陣に、うやおまんえを使わせ、信玄上落の際には船を出して協力するという、密約を結んでいた。また、信長に敵対するキークマの勢に放棄を進めていたと、される。天正四年十一月二十五日、愚教は、信長と信夫の命を受けた急進の襲撃を受けて、この徳松丸、亀松丸、及び、家臣の大橋長時、松田湖れ信、 上杉頼り地からともども殺害された。去年十九同時に、長野具富士はじめ、北畑はじめもの、主な者が信夫の居城、田丸城において殺害された。これにより、戦国大名としての北畑氏は、完全に、小田氏に乗っ取られた。なお、不況の主宮は、かとめ左教師の家臣である伊藤十内らにより、運び出されたが、変に気づき駆けつけた。 柴山修時、大宮滝丸らに奪い返され、修士の父である柴山秀貞により、御所大山に埋葬された、諸家伝による、ありがとうございます。